山口進君。はい、委員長。皆様おはようございます。自民党の山口進です。本日文部科学委員会で初めて質問の機会をいただき、地元の皆様そして自民党の先生方理事の皆さんに本当に心から感謝を申し上げます。それでは早速質問に入らさせていただきます。今国会において国際卓越研究大学の研究および研究成果の活用のための体制の強化に関する法律卓越大学支援法も成立をし、いよいよ世界と伍する研究大学の育成に向けて既存の組織やルールを前提とした縦割り構造から価値創造志向の多様性の醸成を行うプラットフォームとしての大学を目指していくものと承知をしております。私自身もシンガポールに留学をした経験からすると、やはりさまざまな国々からの留学生を受け入れるためには多様性への配慮、具体的には宗教ごとの文化や習慣の違いへの配慮が必須だと強く感じております。ハード面を提供する大学はもちろんでありますが、日本の学生においても多様性への理解が強く必要だと思います。末松大臣も先日の閣議国者会見で、大学は国内外の人が集まり人を魅了して人を育成することが重要とおっしゃっていたと承知をしておりますが、まさに私も同じ気持ちでございます。我が国における高等教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、世界トップレベルの大学との交流連携を実現加速は必要と考えておりますが、スーパーグローバル大学創生支援事業のさらなる拡充を含め、これまでの取り組みをどのように評価し、また今後どのような施策を考えているか、文部科学省の見解を教えてください。益子高等教育局長。お答え申し上げます。我が国の高等教育の国際通用性と国際競争力の強化を図っていくため、大学の国際化を進め、グローバル人材の育成環境を整備することは極めて重要であると認識しております。文部科学省では2014年度より先生ご指摘のスーパーグローバル大学創生事業において世界トップレベルの大学との交流連携を行い、学生のグローバル対応力育成のための体制強化など徹底した国際化に取り組む37の大学を重点支援しているところでございます。この事業の取り組みの成果といたしまして、6年間で外国語のみで卒業できるコース数、これは 1.6 倍、大学間協定に基づく受け入れ外国人留学生数は約 2.3 倍に増加したところでございます。また留学生増加に伴う食堂でのハラルフードの提供、あるいは礼拝場の設置など多様な留学生を受け入れる環境整備も進んでいるところでございます。で、そして世界大学ランキングにおける留学生の割合等を指標に含む国際性分野のスコアも我が国の大学で大きく上昇しているとの評価も受けているところでございます。文部科学省といたしましては、多様な学生の受け入れ環境整備をはじめといたしまして、優れた成果の共有および横展開、さらにはオンライン等を活用した教育交流の強化を通じまして、さらなる我が国の大学全体の国際通用性、国際競争力の強化を進めてまいりたいと考えているところでございます。山口進君。ありがとうございます。ぜひ、やはり学生の心のケアも含めて、やっぱり日本に来て心配のない環境をさらに文部科学省には推し進めていただければと思います。シンガポールにおいては学生の起業はもちろんのこと、大学教授による起業やスタートアップ企業への積極的な経営参加があることに驚いた記憶があります。優秀な人材と起業を後押しするベンチャーキャピタルを結びつける、毎日どこかで気軽に会えるコミュニティの場があるというスタートアップエコシステムが構築をされておりました。日本においてはいわゆる産学官の連携がよく言われておりますが、近年は科学技術振興機構において
スタート事業の進展により、発展により、大学のベンチャーキャピタルの連携を後押ししていると承知をしております。東工大学発ベンチャーで、アンモニア生産の実用化に向けた、ツバメ BHB 株式会社は成功例の一つだと思います。新しい資本主義を掲げる岸田政権において、スタートアップ支援は重要政策の一つでありますが、企業の成長段階に応じたさまざまな資金提供主体として、金融機関もその生態系の中で欠かせないパーツと考えております。金融機関ならではのナレッジ提供やベンチャーデッドなど、さまざまな役割が期待できる金融機関を含めた産学官ベンチャーキャピタルを含む金、改めて申し上げますが、産学官金のこのスタートアップエコシステムを目指すべきと考えておりますが、文部科学省のご見解をお聞かせください。千原科学技術学術政策局長。お答え申し上げます。大学発スタートアップの支援におきましては、大学の研究成果等を社会実装につなげる上で、必要な場面で資金が得られるよう、ベンチャーキャピタルを含む産学官金が連携して取り組むことが、ご指摘のとおり重要と考えてございます。文部科学省では、これまで先生ご指摘の科学技術振興機構の大学発新産業創出プログラムスタートを通じまして、ベンチャーキャピタルと連携し、大学の研究成果を事業化するための支援ですとか、令和2年7月に策定されましたスタートアップエコシステム形成に向けた支援パッケージのもと、スタートアップエコシステム拠点都市におきまして、コンソーシアムを組むなど、産学官金が一体となった大学発スタートアップ創出の強化に対し、集中的に支援をしているところでございます。また、総合科学技術イノベーション会議のもとに設置されました、イノベーションエコシステム専門調査会におきましても、世界に伍するスタートアップエコシステムの形成に向けて、金融庁を含め、政府一体となり、具体的方策についての検討が行われたところでございます。このような議論も踏まえつつ、関係省庁とも連携しながら、大学発スタートアップが持続的に創出されるエコシステムの形成に向けて、一層強力に支援を進めてまいります。山口進君。ありがとうございます。岸田政権において本当にこのスタートアップ大変に重要な政策でありますので、省庁間の連携を取りながらさらに推し進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。私の選挙区であります東松山市、野党の理事であります坂本先生も長い間市長されておりましたが、東松山市は2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田先生の出身地であります。社会実装を見据えた大学発新産業創出とともに、引き続き基礎研究も非常に大切なものと認識をしております。これまでさまざまな分野で日本人がノーベル賞を受賞されてきましたが、これまで大学における基礎研究に対する支援をしっかりやってきたことが大きな要因と考えております。これまでの本委員会で基礎研究費の増額について各先生からもご指摘があったと思いますが、諸外国と比べると研究費は伸びておらず、相対的に減少していると言わざるを得ず、大変に危惧をしているところでもございます。もちろん基礎研究のみならず、基礎研究の成果をどう応用するかも重要であると思いますが、今後も日本初のノーベル賞が多数生まれる、そして子どもたちが希望を持って科学者を目指す国であってほしいと考えておりますが、文部科学大臣のお考え、意気込みをお聞かせください。末松文部科学大臣。フレッシュな山口先生にご質問いただきまして、昭和58年お生まれということで、昭和58年に私は地方議会に入りましたので、ずいぶん年がいったなと私自身思いました。お答え申し上げます。基礎研究は新たな知的文化的な価値を創造しまして、ひいてはイノベーションの源泉となる重要なものと考えております。で、基礎研究の多様性と厚みを打ち出していくためには、若手研究者等が腰を据えて研究に打ち込める環境や、国際的な研究環境の整備であるとか、そういった取り組み、また独創的な研究に対する支援もあります。こうした取り組みが重要でありまして、令和4年度予算、令和3年度補正予算におきましても、必要な予算を計上いたしているところでございます。文部科学省といたしましては、
将来、ノーベル賞につながるような基礎研究の成果が継続的に創出されるように、こうした取り組みを通じまして、我が国の基礎研究の一層の推進を図って、子どもたちが希望を持って研究者の道を歩めるように努めてまいりたいと思います。なお、大学ファンドの時に、九州の方の工学部の先生とちょっといろいろと取材をしたんですけれども、基礎研究と応用研究、どちらも大事で、卓球競技で例えますと、卓球されている先生なんですけれども、基礎研究はボールを使わない筋トレのなどのトレーニング、応用研究はボールを使った練習といった感じです。どちらか片方だけの練習でも大成しません。バランスが大事です。一般論で申し訳ありませんが、応用研究をどんどん進めていくと、いろいろな壁、技術的問題点にぶち当たると思いますが、基礎研究のデータがあると、その困難を乗り切りやすい、すぐに問題点と解決策が見つかると思いますという話をいただいておりまして、基礎研究の大事さを尊重していきたいと思います。山口進君。ありがとうございます。ぜひ大臣の力強い指導の下 で、さらにこの日本からノーベル賞の受賞者が増えることを私たちも応援していきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。最後の質問に移らさせていただきます。大学におけるグローバル人材も大変に重要、グローバル人材育成も重要でありますが、高校時代からグローバル人材を目指し、海外の大学への進学、留学を検討する意欲ある若者も増えていると承知をしております。日本の高校生が世界を目指すのは素晴らしいことであり、若い時代の交流が将来の国同士の友好関係に資するものと確信をしております。文部科学省は2013年から意欲と能力ある若者が海外留学に踏み出す機運を醸成することを目的として、官民連携での取り組みとして飛び立て留学ジャパンを開始し、留学資金の一部支援などの取り組みを行っていると承知をしておりますが、若者の内向き志向を打破していくためにはさらなる拡充が必要であると考えております。飛び立て留学ジャパンのこれまでの評価とさらなる拡充に向けた文部科学省のお考え、意気込みをお聞かせください。益子高等教育局長。益子高等教育局長。お答え申し上げます。文科省では意欲と能力あるすべての日本の若者が海外留学に自ら一歩を踏み出す機運を醸成することを目的といたしまして、平成25年度から社会総がかりで日本人の学生生徒の海外留学を後押しする、先生ご指摘の飛び立て留学ジャパンを推進してきたところでございます。このプログラムの主な事業でございます、民間企業団体等からの寄付金を財源といたしました官民共同の留学制度でございまして、多くの企業団体等からご協力をいただきまして、約9500人の若者を採用することができました。帰国生は産業界に多数就職したり寄与するなど、企業から高い評価を受けているところでございます。今後飛び立て留学ジャパンにつきましては、これまでの事業の成果やノウハウを踏まえつつ、さらに発展させた事業を推進すべく支援企業との検討を進めているところでございます。文科省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した日本人学生生徒の留学を回復させるべく、海外留学の支援や若者の海外留学の機運醸成に引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。山口進君。ありがとうございます。やはり子は国の宝でありますので、引き続き世界に誇れる国、日本を作るためには、この教育が私、一番重要だと思っておりますので、ぜひ文部科学省、そしてまた他省庁ともお連携をしながら進めていただければと思います。持ち時間がまいりましたので、これで質疑を終わらせていただきます。本当にありがとうございました。次に山